皆さんおはようございます。今日も今朝の一曲行ってみたいと思います。今日はですね、朝からちょっと曇り空で、まあ幾分過ごしやすい、気候かなっていう感じですね。まあ僕個人的にはもうザーッと雨が降ってね、こう一気にね気温を下げてほしいなって思ってるんですけどね。はい、午後から晴れるらしいんですけどね。はい、それでは今朝の一曲行ってみたいと思います。今朝の一曲はですね、まあ最近連チャンでやることが多いので、昨日に引き続きっていうことになるんですけども、大滝詠一さんの、名曲を言ってみたいと思います。やっぱりも僕の中では大滝詠一さんっていうとやっぱりこの曲かなっていう、ラブジェネレーションのね主題歌になってました。幸せな結末言ってみたいと思います。それでは言ってみましょう。大滝詠一さんで幸せな結末。髪をほどいた君の仕草が泣いているようで胸が騒ぐよ。振り返るのは終わりにしよう。他の誰でもなく今夜君は僕のもの。寂しい気持ち隠して笑う強がる君から目が離せない。昨日じゃなくて明日じゃなくて返したくないから今夜君は僕のもの。走り出す街に二人の今を探し続けてはしゃいだあの日さよなら言うよ。うつろな恋にいつまでも離さない今夜君は僕のもの。走り出す街で二人の明日夢に描いて見つけた夜明け溢れる想い抑えきれない幸せな結末きっと見つける。今なら言える素直になれるいつまでも愛してる今夜君は僕のもの。今夜君は僕のもの。今夜君は僕のもの。Baby you're mine. Baby you're mine. Baby you're mine.
Baby you're mine。 はい、ありがとうございますね。まあ、僕の中では大滝詠一さんっていうとやっぱりこの曲なんですよね。まあ、本当にね、名曲たくさんあると思うんですけど、本当大滝詠一さんと山下達郎さんって本当歌い回しも声もそっくりなんで、どっちがどっちなのか本当に分かんなかったっていう、そんな感じですね。はい、ありがとうございます。それでは昨日のコメント読んでみたいと思います。たまちゃんさん、いつもありがとうございます。あー、これ、大滝詠一さんの曲だったんだ。ビールの CM だったような、ビールの CM でしたかね。お酒は飲めないけどこの歌なんか耳に残ってるな。大滝詠一さんの曲は幸せな結末って曲しか知りませんでした。あ、ね、今日歌った、幸せな結末、そうですね。もう僕も本当に当時コマーシャルでね、いろんなコマーシャルで大滝詠一さんの歌は流れてたと思うんですけど、本当に山下達郎さんだと思って聞いてました本当にそのぐらい分からなかった、分からなかったですね。はい、この シティポップの二大巨頭はね、どっちがどっちなのか分かんなかったっていうね。はい、そんな感じです。はい、ありがとうございます。真心さん、懐かしいなって思いながら聞いてたけど、隣のヌーノの仕草が可愛くって、そっちばかり目がいってしまうんですね。ね、今日はね、ちょっとベッド出してあげたらベッドの方にいますけど、はい、可愛いんですよ。今日はタックがですね、また新たな検査ということで、検査に行ってます。はい、後で引き取りに行くんですけど、まあ何でもなきゃいいなっていう感じなんですけどね。はい、ありがとうございます。浅瀬さん、いつもありがとうございます。こんにちは。天然色、なんかもっさり感が否めない。天然色の方がやっぱいいかなね、天然色ね、僕は何ともなしに天然色って読んでましたけどね、天然色だった、どっちかなとも悩みもしなかったですね。君は天然色ってまあよくよく考えたらね、変な表現ですよね。大滝詠一さんの独特な歌い方が好きでした。そうですよね、っていう感じのね、まあ、山下達郎さんにも通ずる感じの歌い方ですよね。はい、はい、ありがとうございます。元旦那さん、いつもありがとうございます。タニーさん、おはようございます。大滝詠一、山下達郎、伊藤銀次、ナイアガラトライアングル、一番最初に勤めたパスタ屋さんの先輩がこの辺の曲が好きで、本来お店の BGM はイタリアの曲って決まりがあったのに、いつもナイアガラ流してません。懐かしい。今日もありがとうございます。ね、僕も調べたかったんですけど、このナイアガラトライアングルっていうね、伊藤銀次さんっていう方はですね、僕全く知らなかったですね。よくよく調べたら、ウイスキーがお好きでしょっていう曲を作った人らしいですよね。はい、貴重な情報ありがとうございますね。イタリアンでナイアガラはい、ありがとうございます。みつこさん、いつもありがとうございます。こんにちは。鮮やかなブルーの T シャツ、実はこれ昨日着てた T シャツ、ビーズの、ツアー T シャツなんですよね。今日は君は天然色の天然色の歌に合わせたようなお似合いですね。部屋はバッチリです。ありがとうございます。大滝詠一さんの曲、先日ラジオから流れてきて懐かしいと聞きながら、これは、谷さんにリクエストしなきゃって思ってました。あ、タイムリーですね。なのでやったーと感じて、谷さん原曲聞いたことなくて CM のイメージだけで、参りましたと。もう本当イメージだけですね。海といえば、生まれは田舎だったんですが、真っ黒になるまで、泳いでました。あ、そうなんですね。今日もありがとうございました。僕はですね、日焼けがすごい、メラニン色素が強いんで、すごいすぐ真っ黒になっちゃうんですよ。なのであんまり日焼けしたくないです。ちょっと美白を目指してるんですけどねまあでもメラニン色素が多いんで美白にはならないんですけどね。はい、ありがとうございます。しのさん、いつもありがとうございます。おはようございます。君は天然色ですねはい、指摘が入りましたはい、ありがとうございます。この曲が入っている Along Vacation は、私の中で10本の指に入る名アルバムです。去年かな、
リマスタリング版も出ましたね。あ、そうなんですね、トークやエピソードが入ったアルバム、あ、トークとかエピソードとか入ってると面白いですね。このアルバムと愛の世代の前にの2枚をカセットに吹き込んで、あ、このカセットに吹き込んでっていう表現がねいいですね、懐かしくて、ウォークマンを持って神戸に一人旅したことを思い出しました。あ、神戸に一人旅、これもまた冒険じゃないですかね。しのさん冒険家ですね。はい、ありがとうございますね、ご指摘ありがとうございます。はい、皆さんコメントありがとうございます。今日はですね、僕が企画しました、なんかいい出会いがないかなっていうことで、あのマッチングパーティーが、今回初のですね、スタジオワンマッチングパーティーっていうのを、開催します。台風もそれてくれて、皆さん来ていただけると思うんですけども、まあいい出会いがあればいいかなと、僕が司会をやって、そしてなんとモノマネショーも10分ぐらいやるっていうね。そんなマッチングパーティーになってます。はい、また次回いつか秋口とかね、そのぐらいにマッチングパーティーやりたいなとは思ってるんですけどね、今日最初のね第1回目のマッチングパーティーどうなるかちょっと楽しみです。はい、それでは、もうすぐですね週末がやってくるってことで、夏本番ですからね、ちょっとなんかゲリラ豪雨がね心配だっていう話ですけども、今日はちょっとどんよりした雲が多いのかなっていう感じもするんですけどね、ぜひ皆さん、夏を満喫してください。はい、それでは週末に向けて頑張っていきましょう。また明日。